まあ、今週ウィーク通して、まあ、あまりいい流れではなかったんですけど、まあ、テストの時からまあいろんな課題があって、まあ、それを、まあ、言っちゃえば実行できなかったからこういう結果になってるとは思うんですけど、そうですね、ここ2戦本当ノーポイントで本当やってはいけないことを何度もやってしまったんで、まあ、本当にスタート直後は、まあ、結構そうですね、まあ、激しい争いになってたんですけど、まあ、巻き込まれないように冷静にいって着々とで、まあ、あの集団の中では自分の中のが持ちタイム早いっていうのは分かってたんで、しっかり落ち着いて抜けていけば、まあ、離せるだろうなと思ってたんですけど、まあ、ドンザネ選手もまあウィーク通して調子よく持ちタイムを持ってたんで、まあ、コーターが抜ければ多分どんどんちぎって形になるんだろうなと思って、自分もそれに対応してしっかりついていかなきゃと思ってたんですけど、まあ、結果的にそれが離れてしまう結果になって、まあ、2位っていう結果になったんですけど、そうですね、まあ、今週っていうか、まあ、筑波の時からずっとなんですけど、なんか乗り始めの時の、まあ、振り返れば2009年初めて全日本に来た時のあの気持ち、あの乗ってる感じっていうのが、もうみんなにあの頃思い出せってすごい言われてるんですよね。やっぱり自分の中で勝ちたい、チャンピオン取りたいって気持ちは本当にあるんですけど、まあ、少しもう一回一から考え直して、次のオートポリスまで少し時間が空くんで、ちゃんともう一回見つめ直して段階踏んでって、まあ、新たな気持ちで次は勝ちたいと思います。